この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたします。ボートの時間始まりました。いいテンションテンションさあということで今回は特別版ですからね。ここは、山田選手、元山田選手の、バーでございます。バー何でしたっけ。ムーです。ムーです。ムーで今日は撮影やらせていただきます、はい、長島のバー。なんか聞いたことあるタイトルですね。懐かしい感じですけども、ね、今日はだから山田くんにあのお店を借りて、はい、あるお客さんが来てますので、そちらのお客さんとトークをしていこうというコーナーでございますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕が店長でこちらがバイトです。さあということで今回は、まずはボートの時間メンバーから椿地です。椿地はカウンターレディという役ですから。あれ客じゃないですか。違いますよ。あなたはなあなたはヘルプの子です。はい、ヘルプの子です。店です、はい、店の人、はい、ヘルプの子ですから、はい、そして今回のスペシャルゲストでございます、野添貴弘さんと山崎智也さんです。今回のお客様は元ボートレーサーの野添貴弘さんと山崎智也さん。現役時代からプライベートでも仲良しだった2人の思い出話をガンガン深掘りしていきます。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。お願いします、はい、ちょっと待ってください。はい、喋る気ない。何や、あるある、あれ喋る、絶対声出さへん。カメラ回った瞬間から無理。もう最悪やん。カメラ回る前に勢いがなくなったもん。いや、ほんまですよ。さあ、まあここはバーなんで、まあお酒飲みながら。そうやね、野添さんは飲まれないんで、はい、何にしますか。ウーロン茶です。ウーロン茶で、はい、ごめんなさい。ビール。ビール、レモンサワー。レモンサワーある。レモンサワーあります。オッケー、やりましょう。じゃあ山田達頼むよ。はい。いや、それ何喋るんですか今になって。昔話。昔話そんなします。うん、まあするよね。思い出はやっぱあるし。へえー。で、まあ、近況とかね。はい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 。じゃあ、すいません、社長。僕もいっぱいいただいて。ああ、どうぞ。すいません、社長。じゃあ、山田さん。僕もじゃあ。じゃあ、社長にいただこう。はい、じゃあ、社長にいただこう。社長、あれですよ。今日のここの飲み代は払って帰ってください。なんで今日4本仕事したんやろ。え今日4本仕事したよ。いや、4本はしたけど、4本の4本じゃないよ。どういうこと。厳密に言うと。どういうこと。日本かぶりの日本かぶりなんで、そんなに。分かれな、基本は。あー、もうこんなことすごいよね。すごいっすね。どう、初めて喋るん。ほぼ初めてです。うわー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 。知ってた。もちろん。自分失礼だね。自分の方が失礼。すいませんでした。じゃあちょっと一回乾杯しましょう。乾杯。おだす、よろしくお願いします。お願いします。すいません、お願いします。うん、うまいね、うまいね。山崎さんに継いでもらったビールも全然ちゃうな。やっぱちょっとまろやかやもん。変わるかそんな。いや絶対すごいですよ。もうパワーが。マジで？やっぱなんか全然喋れへんけどオーラはありますよね。どうなんすか。なんで恥ずかしいんすか。もともとこの喋るあれじゃないんで。はい。まあ確かに。ドリームインタビューとかでも、あの立ち方は何なんすか。こんなに変わってる？変わってますよね。どうやろ。なんか角度があるんですよ。トモヤ角度ってあって、あ、そうだ、はい、トモ角なんですよ。トモ角。あ、まあ、なんかでもこの謎な感じが、うん、なんか女性ファンとかが、わかる。そうやね。それはわかるわ。ありますよね。いや、野添さん、じゃああれですか、昔からですか、もうトモヤさんのこの人気っていうか。いやだからね、はい、あの僕らの業界が今みたいなこう、はい、メディアにこうバンバン押し、はい、時代じゃなかったんです当時。でも。もっと使ってあげたらもっとボートの中のこうイメージが変わるのになとは
今と違ってもうほんま女の子みたいに可愛かったから、いやーすごいわ、うん、だからそれはもう常々思ってた、だからずっと思ってました。 JRA で武さんがすごいブレイクして、はい、なんで使えへんのかなとは思ってた、ね、CM とかも山崎智也一本でいけよと、いけないのにと思って撮ったんですよ一回。あ、そうなの CM、 はい、流れたんですか縁組と、はい、縁組さんの時代ありましたよね、はい、あの時僕縁組と撮ったんですけど、僕賞金音でフライングして、その次の年のだったんで全部ボツになりました、はい、なるほど、はい、多大な迷惑をおかけしましたじゃないですか、はい、マジですか、今日の墨の上に本当に超秘話じゃないですか、うわすげえ、知らんかった、はい、うわそうですよね、使いにくいですもんね、はい、まさかそんな事件があったとは、今だから話せることですね。いやでもどうですか、やめてお二人はこうやって落ち着いてますけど、マジで何するんですか、うん、だって野添さんをね、めっちゃ早かったよね仕事。そうですね、うん、でほんまそんなつもりなかったよね、ほんま、はい、うん、1年ぐらいものんびりやって、そっからちょっとゆっくり考えようかなとは思っとったけどね、ほんま、うん、でもまあ今やから言うけど、12月の終わりぐらいにちょっと非常事態宣言が明けて、はい、オール大阪後にみんなでこう慰労会みたいなやつ、ね、はい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 、でその時に松井さんとかに、はい、まあ一回出たのを 見てもらってて、もう言うたらとにかく頑張れと、あもう自分の色に全部染めてまいっていう葉っぱかけられたぐらいからちょっとやろうかなと思ったけどね、いや椿力のイメージはどうなん、やっぱり人気がある智也さんや、すごい大人気で、うん、特に女性から人気がある王子っていうイメージ、そうね王子なんですよね、王子貴公子ね、王子貴公子ってついたん初めて智也さんじゃないですか、そんなことないでしょ、いやそうですよ、らしい、絶対そうですよ、絶対王者松井しげる、はい、分かるじゃないですか、はい、ね、はい、モンスターの中分かるじゃないですか、分かる、貴公子、はい、山崎智也、だから自分でやっぱ貴公子と思ってないとそれを背負えないじゃないですか、うん、なるほど、じゃあ俺が言うたわけじゃない、いやそうですよ、でも貴公子って言われることに対してどう思ったの、恥ずかしいでしょ、まあ、やったー恥ずかしくないですか、でもそれでだって覚えてもらえるし、うん、もっともっと人気出るじゃないですか、貴公子って呼ばれることあったんですか、うん、でも僕ら別に人気出てもあんま意味がないんで、かっこいい、そういうとこなんですよ、人気が出ても勝負で勝たなきゃ意味ないから倍貴公子いやでも野添さんとじゃあどんな話してる時が楽しいんですか、智也さんは、野添さんとぐらいしか仕事の話してないですからね、どんな相談しました、一番の相談、一番最初は人間関係ですよね、切羽詰まってるのがもう分かるからね、やっぱ見ててね、で仲が良かっただけに、うん、それを野添さんがバチッと言ってくれたんですか、陰で、でどう思ったんですか、智也さんは、助かった人のことが嫌いなわけじゃないじゃないですか、結構だ、なんですかね、人のことは好きじゃないですか、心を許したらめっちゃじゃれてくれるじゃないですかそうだよね、そうなんですよ、うん、でもそれは全員にあるかも、最初2人ともやっぱ怖かったもん、まあまあもうこの3人組はもうそんな尖ったオーラが出ていた野添隆弘さんですが、実はお酒が全く飲めないそうで、めっちゃし飲みそうじゃないですかめっちゃ飲みそうじゃないですか、言われる言われる、でしょ、飲めないんですよね、もうアルコールが、うん、それでもこの時代で貫き通すのめっちゃ大変じゃないですか、やったね、だからその分芯がいつも潰れとった、もう下であいつがこう変えてジョッキを、うわー優しい、そうそうそう、ほんであいつがもうだん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 潰れて倒れしていくうちに強くなってたかな、芯が逆に身代わりで、そうそうそう、もうちょっと飲んでガバッと飲んだと変えて、ちょっと飲んでまた変えて、だってその時代って言えないですもんね、言われる、当時は言えないですよ、そういうとこ行ってたんですか、ちゃんと先輩のとこ行ってました、行ってました、どうしてたんですか野添さんもいない時は、いやそう、まあそれなりにちゃんとやったんですか、こうやって作ってやってました、で飲めって言われたら飲んでたんですか、はい、本当なんか独特すぎてちょっと智也さんの生活が見えないじゃないですか、プライベートが、生活感が全くないよね、マジでこの間家行って初めて、めっちゃおしゃれな家住んでますやんって思ったもん、あの土地は何歳で買ったんですか、やっぱ30いくつで寺小屋建てるんで買っただけなんで、あそこ土地寺小屋を建てるのであの土地を買ったん、
そうですよね。でペラ小屋を建てたんですよね。その横はサラチやったんですか。サラチ。でも土地は持ってたんですよね。そこに家を建てた。すごない？すごい。ずっとそこにいたんですか。いや、広間さん、うちのペラ小屋にずっといたんですけど、広間さんが引退したんで、はい、ずっと使わせてもらうわけにいかんから、じゃあペラ小屋作ろうってなって、あそこに。野添さんの時はどうやったんですか。野添さんの時も。前線の時はもう、それこそ住みのように今の選手指揮者の下で戦わせてもらったんですよ、はいはい、やっぱり都会なんであまりそう、はい、持てない、マンションなんで。そこ借りてた時は、当時24時間フリーの。ずっと泣いてもいいですよ。泣いたらしてたかしてないぐらいの時代ですけど、はい、まあ言ったら朝先輩が来て、はい、プロペラを叩いとけ、僕の場合は置いていかれとったんですね。 それを伸ばしてまた叩いて削ってという工程をしなきゃダメなの、はい、それを自分でやって、でだけどそのまま朝6時頃に入ってずっと日付変わって朝までいますよね。そうソファーで寝て、で先輩がまた次の日朝来るでしょ。もうできたんかまだですよ。またそっからずーっとやって、一旦鉄くずがつくんで体洗いにシャワー浴びに家帰ってご飯食べて帰ってきて、ぐるーっとまたこう、ね、ソファーで寝てるように繰り返して、で中3日やったら中2日間はそれしました。へー、そうですそうです。永遠叩いてましただからペラを。でも当時はやっぱりそういうのが当たり前だと思ってたんで、別にそれが苦痛でもなかったです。楽しかったっていうのもあるし、持ちペラの時ですよね。そう、やっぱり当たりが出ればやっぱり自分に跳ね返ってくるのもある。まあ、僕の場合はその人の分を作ってたから何とも言えないですけど、それこそだから最強ペラを作った時にババンと買った時はもうめっちゃ嬉しいってことですもんね。そういうこと。じゃあとりあえず1本目この辺でお開きにしますか。はい、じゃあ今週は、はい、2週やりますからねこれ。あ、はい、マジで。引っ張るのね、そりゃこんなん。そうそう、もう野添さんと智也さんで1ヶ月行ったろうかな思って。いや、なんか無理無理無理の無理無理無理。週一週一、毎週日曜日10時45分から、はい、サンテレビ。関東やってない、関東やってないけど、関東やってない、YouTube で見れます。 YouTube で、だから馬娘の間に見てください。ということで、今週はこの辺で、次週に続きますんで、皆さんもぜひ乾杯しながら見ていただきたいと思います。ということで、今週はこの辺で、さよなら、また来週。次回のボタの時間は、今週に引き続き長島のバー、二人の脳裏に焼き付く恐怖体験とは。ボートレース住之江では31日から日刊スポーツ盾争奪第56回しぶき杯競争が開催されます。そしてボートの時間視聴者参加イベントを開催。番組ナビゲーターやスペシャルゲストが登場。応募は番組ホームページをチェック。そして新キャッシュレスサービスジャンピーカードプラスを7月30日から開始いたします。ボートレース住之江場内における勝ち船投票券の購入払い戻しのみならず、入場ゲートの支払いにも対応している大変便利な新しいサービス。ポイントサービスや現金キャッシュバックや素敵な商品との交換が可能。ご入会された方には200ポイントをプレゼント。番組 SNS も好評稼働中。フォローして最新情報をチェックしよう。ウィークリー大阪支部、ご覧の選手が優勝を飾りました。そして松井茂選手が G3 第33回アサヒビールカップを制覇。おめでとうございます。松井茂、2番手4号艇、3番手5号艇、まもなくゴール。優勝1号艇松井茂ゴールイン。ただいま優勝を飾りました松井茂選手が水上パレードを行っております。ボートレース住之江から視聴者プレゼントのお知らせ。クオカード10名様にペア有料席ご招待券を10組20名様にプレゼント。番組ホームページもしくはハガキでご応募ください。この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたしました。